こんにちは。エコグリーン設計小林です。これから皆さんに送る講座は、具体的な実例を挙げて、そして現場で必要な知識、そして技能を分かりやすく解説していきます。職人がこれからの経営にあたっていかに大切な存在なのか、そして知識がいかに重要か、これは設計とかデザインとか施工とか、そういったものも含めての方々に送っています。実際に職人である私がたくさんの経験を生かして皆様に伝えていきます。楽しみにしてください。よろしくお願いします。今から2030年までの16年間で、日本の総人口はなんと1000万人減ると言われています。これだけ深刻に人口が減ってしまうと何が起こるのでしょうか。机上論では理解しがたい事態が起きますよ、そう聞いてます。学者の方々はいろいろな警鐘を鳴らしています。人口が減る、それは間違いない事実です。人口減少をビジネスチャンスにできるかどうか、ここが大きなポイントになります。もう一度繰り返します。挑戦するしかないんです。人口がどんどん減少していきます。そして超高齢化の社会になります。これはもう仕方のないことです。そして新築の建物がどんどん減っていって、外構工事もそれに伴ってどんどん縮小していくことでしょう。で、物件がみんなで奪い合いになると思います。異業種もどんどん入ってくると思います。で、どうやって勝ち残ればいいのか、ここは重要になります。机上論ではいろんなことがありますけれども、机上論ではなくて、もっともっと実際にやらなきゃいけないことがたくさんあります。スローガンよりも具体策、ここの部分をこの講座ではどん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 掘り下げて一緒に考えていきたいと思っています。それは最強の陣形を作ることが、私は机上論ではなくて実際に具現化していかなきゃいけないことなのかなと思っているんですね。何かというと、それは職人を武器にこの業界ができるかどうか、ここだと思っています。職人の現場品質が会社の未来を間違いなく左右していきます。デザインがあって、図面があって、 CAD 等の研修、今も盛んに行われていることでしょう。そしてそれによってプレゼンがどん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 向上してきました。そうすることによって工事の期待度もどん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 お客さんは上がっていくんですね。そのことによって当然他社との差別化ができるようになりました。そして契約率もどんどん伸びていきます。これはすごく嬉しいことだと思います。そしてその結果として会社は当然繁栄していきます。そして会社は安定していきます。お客様のサービスの向上もどん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 進んでいきます。そして付随して社員の豊かさもどん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 向上していくことだと思っています。ただ、これはあくまでも机上論なんですね。理想論なんです。こんな簡単ではないんですね。もう一つ足りないものがあります。それは工程なんです。工程とは職人さんです。この中に職人さんが含まれてないんですね。今までのデザインコンテストもそうですけれども、設計者を称えることが非常に多かったんです。現場職人さんは裏方になってしまっているんです。その職人さんを表に出す、そんな時代が来ました。契約後が重要だということを皆さんと共に学んでいけたらなと思っています。まず契約後の工事の着工から見ていきましょう。すると、期待以上の施工がそこでされていた場合に、図面より綺麗だったとか、職人が思っていた人よりもいい人が来てくれたとか、職人の質が良かったり、そんなことによってお客様の記憶は美化されます。そしてお客様はファンになってくれます。そして口コミの期待がどん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 増えていきます。その結果として、当たり前ですがリピート工事が増えます。そして物件の紹介もたくさん来ることでしょう。
適正な利益を確保することができるんです。適正な利益を確保しないと運営できないんですね。安かろう悪かろうではダメなんです。しっかり利益を取る、そして適正にみんなが幸せになる、次の工事につなげる、これができるかできないか。契約後の工事の着工を見てみましょう。期待以下の施工がそこで行われた場合、図面と違う、もしくは思っていた職人さんよりも質が悪かった、隣で工事をやった職人さんよりうちの職人の方が悪かったよ、こんな場合何が起きるか。当然マイナスな噂がどんどん広がっていきます。想定外の不満です。お客様はワクワクしていいものができると思って頼んだのが、全くもって違うものができてしまった、これは想定外の不安になってしまいます。挽回の機会なんてないんです。その結果、新規の工事はどん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 減っていきます。無駄なコストばっかり増えちゃいます。手直しも増えます。そして赤字工事も増えます。どん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 衰退していってしまう。施工不良、ここはもう職人任せにすることではないなって感じています。今までは職人が失敗した、職人にやり直せよ、それで済んでしまったんですね。私はそうではないと思います。施工に関してはこれはもう連帯責任の時代になりました。そこをしっかり落とし込んで、みんなが責任を取れるようなシステムにすべきだと思っています。なぜかといったら、職人が現場で失敗したには事情があるんです。どんな事情かというと、デザインがどうなったのか、あとは施工環境、コストであったりとか工事であったり工程だったりとか環境も全部です。雨が降ってくる環境でやれと言われてやったものなのか、風が強い日になんでかんで終わらないからやれよって言われてやったものなのか、みんな責任があると思うんです。だからこそここは連帯責任で共有しなきゃいけないものなんです。私は職人として一緒に現場に入ります。作業にあります。ここが大切なのかなと思います。写真にあるのは当社で工事をした曲線施工がうまくできなかったんですね。職人さんに言われました。こんな曲線なんかできるわけないよ、だからこそ私が一緒にいてこうやってやればいいんじゃないのって説明をして一緒にやったんです。ここが私はすごく重要だと思ってます。100メートルを職人さんと一緒に走らないとわからないことなんていっぱいあるんですよ。そして現場からいただける情報をしっかりキャッチする、そのためには現場に行くことです。現場に行かないとわからない、そう思っています。デザインと施工は比例しないんです。これはいくらいいデザインがあったとしても、そのデザインが難易度が高くてすごくグレードがいいとしても、施工技術、施工品質が追いつかなかったらゼロです。赤字になります。ここを一緒に学ばなきゃいけないんですね。デザインが上がって施工が下だとゼロです。一緒に同じ高さに行かないといけないんですね。デザイン品質、ここは他社と差別化になります。デザインがすごく綺麗でプレゼンがしっかりうまければ差別化になって契約するための武器になります。しかし職人は図面通りにできないんですね。職人は間違いなく図面通りにできません。できて当たり前だって思ってる設計であったりとか現場管理者がたくさんいるのも私は知ってます。細かい詳細に関しては結構現場任せであったりとか現場合わせ、職人さんに任せてしまうことが多いのがこの業界です。ここをもう一度答え合わせをしなければいけないのかなと思っています。機上と現場は別物なんですね。次元が全く違うんです。ここにあるものともっともっと広いところでお客さんもジャッジします。全く違うんです。ここを一緒に学びたいと思います。繰り返します。契約後の工事がすごく重要になるということを一緒に学んでください。皆さんこういった資料をご覧になったことがあると思います。買い物であったりとか旅行、映画、食事、ネットの普及で商品やサービスに関する情報量は豊富に手に入る時代になりました。口コミ、これの共有化も常識になりました。参考にしている人もたくさんいるのではないかなと思っています。見てください。ファンや口コミを獲得する職人、これから必要になります。そして経営にプラスをもたらす職人、これから必要になります。ここができるかできないかで
次の段階に行けるか行けないかが決まります。ここを面倒くさいと思っていれば間違いなく衰退していくでしょう。淘汰されてしまうのかなと私は思っています。ファン、そして口コミ、これを生み出す最大のキーパーソンは間違いなく職人です。なぜかというと、いくら素敵なデザインがあって優れた商材が世の中にたくさんあります、あったとしても施工が失敗してしまうと、それは全てみんな失敗になってしまうんですね。そこをこれからいろんな意味合いで実験した資料を皆様にお見せします。今後はです。そして共に学んでいって答え合わせができればなと考えています。現在作成中の講座を少しだけ皆様に見てもらいます。まず武器その1として資格の話です。資格はめんどくさいです。みんな嫌なものです。でもこれをしっかり武器にする会社は上に上がれます。お客様から一番見えないのが職人さんです。今はです、デザインコンテスト見てもわかるじゃないですか。そこからお客様から一番見える存在に職人をすることができるかどうか、ここです。これが現場の差別化につながっていきます。これをやらないと次にはいけないということです。次の価値を見つける時代になりました。差別化は武器になります。勘とかそして経験という物差しも当然すごく必要になります。しかしたくさんの物差しを持っていれば、いろんな角度を測ることができたり、場所を測ることができるんです。一流の専門家、勝てる業者を目標に置くのであれば、いろんな物差し、資格が必要になってくるという話です。資格を取る、まずここからです。これが職人の差別化につながります。めんどくさいんです。そしてそこがしっかりできると、次は職人の多能工化です。ここをやっていきたいと思います。技能とか技術には順番があるということです。技術技能のある職人が素早く作業をすると、これは技につながります。しかしいい加減な職人が早く作業をすると手抜きになるんです。簡単な話です。5回叩かなきゃいけないところを3回叩いて終わりにしてしまうと手抜きになるんですね。ここをしっかり学んでいきたいと思っています。そして武器2つ目として、リフォームに強くなる話です。初めに話をしましたけれども、どん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 人口は減っていきます。新築物件に期待ができなくなってくる時代です。高齢化になって要望がたくさん生まれてきます。その要望に対応できるエクステリア、ガーデン工事業じゃないとおそらく衰退していくでしょう。だからこそリフォームをしっかり学んで強くなる必要があるんです。これは難しい話です。例えば季節に何が使われている現場なのか、そして構造がどうなっているのか、それがわからないと正確な積算なんてできないんですね。そして積算が怖いからといって、積算が難しいからといって、ちょっと高めに設定をしてしまうと金額が膨大に膨らんでしまいます。もっと言えば、ここは見れなかったからちょっとだけいいや、いい加減にやっちゃえ、そうすると赤字になります。いい加減に見積もりを作っても大丈夫なんです。でも他者がいるんです。他者がいるということは、比較をされていい加減は勝てないということですね。だからリフォームは面倒くさいんです。答え合わせが面倒くさいんです。でも言い換えれば、ここがしっかりできれば勝てるんです。ちゃんと理論理屈があって、なんでこの見積もりにはこういう項目が必要なのかというものをしっかりお客様に説明することができることによって勝てるんです。例えばね、新築はどん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 減っていく中でどうすればいいのか迷っています。その中で何が大切なのか、これは間違いなく積算です。めんどくさいところです。でも見積もりが出来上がって、現場が出来上がって、それに対して答え合わせをしないで終わりにしてしまう人がいるんですね。自分は見積もりを作って満足をしちゃう人です。設計して満足しちゃう人です。そこでは意味がないんです。しっかり現場が終わって、設計と現場の答え合わせをすることによって、悪いところを見つけなきゃいけないんです。失敗したところを見つけます。こんなことやればこんな簡単にできたのかなっていうのを共有化する必要があるんです。そのために設計が見るために作りました。
そして現場管理者が見るために作りました。当然職人さんが見るためにも作ってあります。ちょっとこれは難しい話、めんどくさい話になりますけれども、ここにはヒントがたくさん詰まっているんですね。何が言いたいかというと、リフォームっていうのはすごく難しくて、初めに5あるものを1回0にしなきゃいけないんです。0にしたものをあえてもう一度5にしなきゃいけないという、2つの見積もりが必要になってくるんですね。これができるかどうか。何もない広いところにただ単に絵を描いて、新規で作るのであれば、これは誰でもできるのかもしれないです。もうすごく、大切な仕事になります。これができるようにするためには、この講座を聞いてもらうしかないのかなと思ってます。例えばお客様の敷地に植えてある植物を、思い入れのある木だから移植をしてくださいという要望があるかもしれません。もしくはその木は不要なので、伐採してくださいという話があるかもしれません。そうなった時に、その木の名前が分からなきゃいけないわけじゃないですか。樹種が何であるか、そしてその木の大きさがどれぐらいなのか、根元から切れるものなのか、切ったら枯れてしまうものなのか、根で言えばまっすぐ生えている根なのか、横に張っている根なのか、いろんな状態木から感じなきゃいけないんですね。だからこそ現場に行って確認をする作業が増えます。そのためにこれをヒントにしてください。私が実際に現場に行って、これが一番理想だなと思うものをどん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 作って皆さんに発信していきます。だからこそそれを感じて理解して次につなげていただければなと思っています。植木の剪定も同じです。今奥側にある植木です。ボサボサしていると思いますね。お客様からこの木を剪定してくださいねという話があった場合に、どれぐらい時間がかかって何人かけてやればいいのかっていうのは分かりにくい話になるのかなと思うんですね。実際にこれが剪定をされた、木の樹形ですね。これを作るのにだいたい30分ぐらいでできます。でもお客様からお金をいただくのに30分だから30分だけのお金をくださいというわけにはいかないんです。ダンプカーで現場に入らなきゃいけないし、今ある脚立を用意しなきゃいけない、枝葉を処分しなきゃいけないし、いろんな費用がかかるんです。だからこそそれを一つ一つちっちゃなところを積み上げて見積もり積算は出来上がるんですね。それをしっかり噛み砕いて一個一個これからやっていきたいと思っています。構造を予測する力、これも難しいです。20年30年前に出来上がったこのブロックです。これを壊すのにどれぐらい時間かかるかということを積算しなければいけないんですね。ただこれは難しい。だって20年30年前の技術と今の技術はまず違うのと、ルール違反しているものもたくさんあるんですね。例えばブロックを壊す穴の中にモルタルがあるのか、コンクリートがあるのか、もしくは鉄筋が入っているのか入っていないのか、今あるように新聞紙が入っているケースなんかもあるんです。だからこれをしっかり理解をして、いろんなケースを想像して想定して見積もり積算を起こさなきゃいけないです。大丈夫です。そこはテクニックをしっかり持っています。新しく工事をして、それが図面と違ったり、もしくは少し凍ってしまったりとか、雨が降ってしまって表面が現れてしまったりとか、いろんなケースで打ち直しということもあるかもしれません。もしくは古いコンクリートを解体して新しいものに作り変えるという、そういう工事もあるかもしれません。その時にコンクリート解体が行われるんですけれども、この環境で何時間かかって、どんな機械道具を使って、どんな工法をすれば一番効率よくできるのか、当然隣近所のお客様も見ます。騒音問題も気にしなきゃいけないです。全面道路の保護もしなきゃいけないです。いろんなことを考えなきゃいけないんです。それも一つ一つ解読して答え合わせができればなと思って、今一生懸命実験中です。同じように、これはおそらく見てくださる方は面白い内容になるのかなと私は思っています。気温が5度以下のコンクリートは打っちゃいけませんよって、もし仮に教科書に書いてあったとしても、でも夜中に3度になって2度になってマイナスになることがあると思うんですね。そんな場合の中で凍ってしまう、凍ってしまったら当然やり直さなきゃいけない。でも何が凍っていてどういう悪影響を及ぼすのかがわからない方々もやっぱりいらっしゃるんです。だからこそこれはわざと実験してます。マイナス5度の中でコンクリートを打って、
コンクリートがどんな形で凍っていって、そのコンクリートが1年後にどういうふうな姿になるのか、今すでに実験しているところです。これは楽しみにしてください。ライブで泣かせます。今奥の方にある石をちょっと見てください。昔の和風庭園は素材が豊富ではありませんでした。だから石であったりとか竹であったり、あとは木ですね、だいたいこれぐらいの要素しかなかったんですね。だから昔の和風庭園は結構多く石が使われています。お客様非常に多いのは、その石邪魔だから片してくださいっていうのが、多分おそらくこれからたくさん出てくることでしょう。そんな中でこの石を移動するのにあたって、クレーンで石を移動するのか、それとも人力で移動できるのか、これもちゃんと実験してます。人力で移動する場合とクレーンで移動する場合は当然お金が変わってきますよね。だからこそここのポイントをしっかりやらなきゃいけないんです。この植物、植木の剪定です。1本剪定するのにあたって何分かかるのか、こういったこともしっかり学んでいきたいと思います。これ綺麗でしょ。これ全部私がこうやって綺麗に剪定してるんです。うまいなと思いながら、うまいですね、うまい。これもすごく大変な作業です。くだらないといえばくだらないんですね。1メーター間近くの箱の中に土があって、その土を10センチ掘り取りましょうという話があった場合に、柔らかい土であればたった5分で対応できます。しかし硬い土の場合はどれぐらいかかるのかという部分を、私が実際にこうやって実験してます。なぜかといったら、5分で終わるものか3時間で終わるものか、いろんなケースがあるんです。それをみんなで共有してほしいんです。職人さんにあの土掘ってっていうのは簡単なんだけれども、硬い土を掘ってくれと頼むのか、それともやこくて簡単だから掘ってよっていうのか、全くもって見積もりは変わるんですね。それを営業とか設計がしっかり現場に行って見てあげて、それをしっかり見積もりに落とし込まなきゃいけないんですね。それができるかできないか、もっと言えば今硬い土の場合には植物が植えられないので、それはもっともっと掘り下げてあげて、そこに植物に適正な土を入れてあげなきゃいけないんですね。そういう作業もあります。この土は植物に適正な土なのか、それとも建物構造にとって適正な土なのか、そういった判断もしっかりしていかなければいけないのかなと思います。楽しい話がたくさんあります。職人として自分の人生をかけて今一生懸命実験中です。そしてその実験データを、なんとこの講座で全部発信していきます。ぜひ期待してください。絶対面白いと思います。世の中にはやりたくない行動を起こすことでしかもらえないものがいっぱいあると私は信じています。挑戦しない人なんかチャンスなんか絶対来ません。逃げない人だけに神様は特別なボーナスをくれると私は信じています。もう一度繰り返します。職人の現場品質が会社の未来を間違いなく左右します。だからこそ職人が大切なんです。職人についてこれだけ掘り下げるんです。ここをしっかり理解して次に進めます。今あるようにたくさん実験しているところをこれからどん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 発信していきます。ぜひ楽しみにしていてください。頑張って心から伝えたいと思っています。よろしくお願いします。